皆さんこんにちは。希望の日本再生チャンネル、今回も小田善光先生をお招きいたしまして、日本の憲法を根底から考えるということで、いろいろとお話を伺っていこうと思います。先生よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。前回までね、こう日本国憲法っていうものが制定されてから現在に至るまでの、さまざまな流れといったようなことについてお話を伺ったんですけども、さてじゃあ我々これから何をどのように考えていけばいいのかということかなと思うんですが、うん、はい、はい、憲法っていうと、はい、まずこう僕らの憲法あるじゃないですか、でそれに対して一番もうめっちゃ変えようっていう人は、はい、そもそもこんなものは、はい、アメリカが勝手に作りよった、はいはいはい、言いますね、こんなのはもうダメだみたいな、なしっていう、はい、もうそれこそ一旦大日本帝国憲法まで戻って、はい、作り直せっていうのは、例えばもう亡くなりになったけど石原慎太郎さんとかね、はい、そういう方々がもうこんなの無効だ説の人たちもいるわけですよ、はいはい、いますね、はい、でそしてこの憲法についてはやはり一番大きな課題になっているのは憲法9条っていう、はい、問題ですね。で憲法9条、それから緊急事態条項、はい、でそしてあとそれ以外にもいくつかのものっていうような組み立てで、はい、見てると全部総督会っていう人と、はい、憲法9条っていう人と、はい、それから憲法9条と緊急事態条項、今までその憲法についてはもちろん自民党も自民党の改正草案っていうのを出してますし、いろんな例えば青年会議所だとか、はい、いろんなシンクタンクみたいなところがですね、市議憲法みたいな感じでね、はい、これがいいんじゃないかみたいに出したりも、はい、してますね、はい、で基本的にはみんなの一番の課題になっているところは9条ですね。でそうすると前の時にもお話しましたように、はい、9条っていうのがあったとしても、はい、いやいやいや攻められた時にはその自分たちは自分たちの生存を守るという固有の権利は憲法関係なくあるんだから、はい、そんなものも我々自衛隊が持つのは全然問題ねえんだと、個別的自衛権ですね、はい、実は個別的自衛権というのと集団的自衛権って、はい、これもね先生その、先生方とか皆さんはもうよくご存知なんですけど、はい、実はこう面と向かって個別的自衛権と集団的自衛権って何か分かりますって聞くと意外と分かんないんですよ。あ、そうなの？意外と分かんない。とかっていう感じで、はい、そもそも戦争とは何か、戦争にはどういう形態があるのかって考えていくとね、うん、そこら辺のことを踏み込んでいかざるを得ないんですけど、その個別的自衛、荒っぽく言うと個別的自衛権は自分たちがやられた時にそれに対してそれを守っていくっていう権利であると、はい、で集団的自衛権というのは、はい、自分たちのその友達がやっつけられた時にそれに応援に行くっていうやつですよね、はいはい、でそうすると、当然日本がやっつけられた時にアメリカさん来てちょうだいね、来てちょうだいね、ところがアメリカさんが誰かと喧嘩して、ああ僕たち知らないよ、はい、これは通らんでしょうっていうこういう議論じゃないですか、はい、ところが集団的自衛権をもしそれを認めてしまうと、はい、アメリカが勝手にやってる戦争にも、日本はポチのように、お前来いよって言って、はい、連れ回されて、はい、余計戦争に巻き込まれるんではないかっていう、この2つの、論理的なこう戦いがあるわけですよね、はい、これどっちもあり得ると思うんですよ、うん、だって日本は、はい、俺らやられてる時アメリカ頼むで、はい、頼むよ、でもあんたがやられてるは知らないよ、はい、そりゃ通らないよね、ね、はい、アメリカさんが何かやってる、でもアメリカあんた勝手にやってんでしょと、はい、そこにお前日本来いってはいはいって言ってたら、はい、それ余計戦争するじゃん、それも分かるので、はい、これは理論的に両方あるとは思うんですね、はい、でどっちを我々が取っていくのかっていうのが集団的自衛権っていうことになるんですが、はい、それも本当にこういろんなだこうだってあったんですけど、2015年の時の安倍内閣の時に安保法制っていうのを出して、はい、一応集団的自衛権っていうものを行使できるようにするっていうようなことを明確にした時には、昔の安保闘争まではいかなかったかもしれないけど、結構反対反対って大騒ぎになった、はい、ことがあったと思うんですよ。ありましたね。ただね、あれもね、よく読んでみたら、はい、アメリカがどっかに戦争に行くときに常についていくとは全然書いてないんですよね、で当然そこでアメリカがどこやってもそれが日本の製造についての非常に危機を迎えるということが明らかになったときのみにっていうことははっきり書いてるので、アメリカがあいつと喧嘩するから来いよはいっていうのでは全然ないんですけど、その時は随分と
随分と やられたというか、ものすごく大問題になりましたよね。あのものすごく非常識かなと思うんですけど、うん、国際社会で決められたこと、外国との約束事っていうのは自国内の法律や憲法よりも優先するっていうのは、これ大原則ですよね、うん、あの韓国が日韓基本条約がありながら、もっと賠償金ちょうだい、いやそれ違うだろうと、で賠償金払わない日本の行為は違法であるみたいな判決をね、韓国の大審がやりました。いや韓国の大審が判決を出したからといって日本はその言うことを聞く必要あるんですか、これ聞く必要ないわけですよね。国際社会での決め事がある、そちらの方が国内の方よりも国際法の方が優先する、国際社会が優先する、そこで決まったことには当然やっぱりあの従っていかなければ国際社会の一員として成り立たないと考えると、国際社会で例えばどっかの国が戦争をやってると、もうあいつらもうけしからんからみんなで制裁を加えようじゃないか、例えばソマリアで政府が倒れて、でもう本当にもうひどい状態になっていて、タンカーが安心して通ることができない、この状態を何とかして解消しようじゃないか、そのために国連でみんなで決めて各国から兵隊さん派遣しようっていうことになった時には、やっぱりそれは日本もついていかざるを得ないわけですよね。それを日本は、いや日本にはあのそういうやっちゃいけないという法律があるんで、うちはダメなんですなんて言っても、いやだってあんた日本だって国連の加盟国でしょと、国連で決まったことを従うことでできないのって言われてしまったら、もう日本はその国際社会の中で孤立する、相手にされなくなる、孤立してしまったら食料も入ってこなくなる、石油も入ってこなくなる、じゃあそれで日本いいんですかって、まあ、そうやってこう冷静に考えていくと、安倍内閣がやった集団的自衛権っていうものについても、これはちゃんと参加できるようにしていこうじゃないか、ものすごく当たり前のことなんですよね。非常に常識的な判断が改めて示されたということじゃないかなって僕なんか思うんですけど、だ揉めましたよね。揉めましたね、はい、でまああの本当にいろんな考え方が世の中ありますから、はい、もう先ほど言いましたように、この僕の正直な気持ちを言うとですね、はい、ぶっちゃけ言うと、はい、あの憲法を触らずにあそこまで行くのはどうかなっていうのは正直あります。反対に言うと、はい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 、やっぱり僕は本当だったら憲法が先にちゃんとした上でっていうのが別の意味で言うと、はいはいはい、っていうのはあるんですけれども、はい、まあじゃあ国民の意思を無視してっていう話になったらね、はい、安倍内閣が、じゃあ本当なら次の選挙があるじゃないですか、はい、本当はボロ負けするはずですけど、はい、次の選挙を圧勝してますからね、はい、だから国民はもうそれでいいんだっていうことを思っていたんだろうなとは思うんです、はいはい、でまあそういうような中で、まあ、日本こうどうなのかなと思いながらもそれは通っていったと、はい、でそれからもう本当にこう丁寧にこう日本の方もそういうのをこういろんな紛争があった時にはどうするかっていうのを整えていったと思うんです、うん、はい、そういうような中で憲法改正っていう議論もあったんですけれども、はい、結局その憲法の9条、はい、これもあの私が見てると本当に憲法9条っていうものをきちっと読んでそれで議論してる人って1割も満たないと思いますね。おなんか要するに9条は平和なんだ、変えたら戦争は起こるんだとか、はいはいはい、とかいうぐらいでイメージのイメージで、はい、本当のところはどうなんだ、きちっと文言を読んでる人ってあんまりいないなっていうのは、ご実際聞いてみると、はい、読んだことありますかって聞いたら、いいえってみんな言いますから、うん、でもなんかイメージで憲法を変えるっていうと、はい、戦争どこはとかね、はいはい、そういう話じゃなくて、はい、まあ、当然のことだけど、僕らの私もそうです、先生もそうだけど、戦争なんかしたくないじゃないですか。したくないです、絶対したくないじゃないですか。ないですよ、ね、うん、だからもう本当にそういった意味では戦争反対っていう意味で言うと私も反対なんですよ、はい、で反対にその要するに今回の議論は何かっていうと、日本が戦争に巻き込まれて子々孫孫がひどい目に遭わないためにどうするかっていうだけの話であって、うん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 、もし例えば私たちがもう私たちは戦争しないので何もしに来ないでねって言って、相手が分かりましたって言ってくれるならそれでおしまいなんですよ。まあ世界の民度がね、はい、そこまで高くて、うん、っていうことであればいいですけども、まあね、いっぱいお金持ってて、美味しいお水もあって、食べ物も美味しくて、いいものいっぱいある。そのいいものっていう部分を資源と考えると、うん、日本ってそういう部分での資源大国ですよね。と思います、はい、で日本に資源がいっぱいありますよと。僕たち防衛しません、攻めてきたいんだったらどうぞお越しくださいませってやってるんだったら、世界の常識からすれば
攻めていかない方がアホやからアホになっちゃうんですよ。でなんか指揮者の中にはね、はい、いやいやもし攻めてこられたらすぐ降伏しちゃえばいいっていうアホなこと言う人がいるわけですよ。世間知らずというか、もう向こうと騒いで手挙げちゃえばそれで終わりじゃないかって、うん、その負けた国民がどういう扱いになるのかが見えてないんですよね。それがちょっとは歴史を勉強しろよって言いたくなりますよね。もうだからもうそれがそれらしい名前の持ってる先生がいやもう降伏しちゃえばいいじゃんっていう、もうその民族がどうなるのか知らんのかっていうのは言いたいところではありますよね。ですよね、うん、ですから、まあ、そういう思想も含めて、はい、日本国民がこれからどう判断するかだと思うんですよ。で私はこの憲法9条、はい、まあ、それからの緊急事態条項、はい、これはもうこう日本の中ではこの2つはまあセットで見てる人もいるしそうでない人もいると、はい、でこれはあの憲法9条の方のまあ、基本的な概念としては、まあ、先ほど言いましたようにあの軍隊ですね、はい、でこれは一応持たないことになってるのを、うん、ちゃんとその自分たちはこの日本の国を守るための、うん、そういう組織を持てるということをちゃんと明記しようって話になるんですが、はいはい、私なんかあれ見てみたらもう公選権持たないそういう軍隊持たないと書いてるということは普通に読んだら自衛隊も憲法違反に見えちゃうんですよ、うんうんうん、で実際学者の人はそう言って言ってるわけですから、はいはい、私はもう全部変えて普通のことですね、うん、はい、まあ、日本は日本国民の生命、はい、財産領土を守るために、はい、陸海空軍並びにそれに必要な組織を有すると、はい、一切の侵略戦争を否定すると、うん、そして我々は世界の平和に貢献する以上と書けば、うん、普通のことですよね。その通り普通のことですね、はいはい、そうすればいいじゃねえかと僕は思うんですけれども、はい、あのそれが書かずに、はい、今の憲法9条そのままにして、うん、自民党案っていうのは第2っていうその憲法9条のもう一つつけて、はい、自衛隊を保持するっていうのをつけるって言ってるわけですよ、はい、でこれは多分自民党が公明党と一緒になってるので、うん、あのそれで公明党のこう、まあ、気遣いっていうかね、はい、でそれでそういう形をしてると思うんですけども、はい、まあまあまあそれも僕的にはうんと思うけれど、うん、まあないよりはマシかなと、うん、でもちろんそれに対してはいろんな格闘の中で全部変えちゃえっていう、はい、ところもありますけど、でもう一つの緊急事態条項っていうのは当然いろんな緊急事態が発生した時に、はい、その時にその日本国の中で議会開いてどうこうしてる暇がない、その時にまあ内閣総理大臣に権限をこう集中させて、もうその議会の承認のなくそのまま進んで後で承認を得るっていう、まあこの緊急事態条項っていうのはもう世界各国ほぼ持ってるんですけれど、まあそれに対してはよく言われるのがそれがあったためにヒットラーが生まれたんだっていう言い方をする人たちもいるんですよね。実際僕はその緊急事態条項とヒットラーの存在とちょっと違うと思うんだけど違いますね、それは全然意味合いが違う、意味が、意味が全然違う、違うんですけど、はい、そういう言い方をしてまた当時の内閣とか政権が暴走して、はい、そして国民がひどい目に遭うんじゃないかっていうことで反対っていう人もたくさんいるんです。まあね、僕らからするとそう言ってる人の方が暴走してるというふうにしか思えないんだけど、だから、うん、ここで今、はい、緊急事態条項というのはまあそういう条項、はい、ではあるんですけども、憲法9条は賛成だけども緊急事態条項はノーっていう人もいるんですよ、はい、で両方ともはイエスという人もいるし、はい、まあ9条はノーだけど緊急事態条項はイエスという人はあんまりいないかなとは思いますけどね。でまあそういうこの2つがまあやるとすると憲法改正ではこの2つは多分取り上げられるだろうなっていう気がします、はい、うん、でこういうとにかく憲法9条の問題っていうのが訴訟に上がったと、はい、訴訟に上がったとして、うんうんうん、まあ結果その憲法を変えるときには憲法審査会っていうのはあるんですよ、はいはい、でその前に憲法調査会っていうのがあって、うん、憲法を調査するっていうのはこうあとあるんですけど、はい、憲法審査会の方ではもう憲法を改正するっていうことを、うん、前提とした議論なんですよ、うんうんうん、でところがまあ見てると、まあ、この10年ぐらいの動きを見てるとあじゃあう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 じゃあって全然決まらないんですよ、うんうん、でそれが結局わーわー言ってはいるけれども、もう憲法を守るって方はもうこれは守るんだから変わらんじゃないですか、うんうん、とは変えるっちゅうはもういっぱいなんですよ、はい、全部変えるっていう人から、うん、もう憲法9条を変えるって人もいれば、はい、さっき言ったいろんな立場があって、憲法9条を変えるっていうんだって、はい、もうごちゃごちゃいろんなこれだーだってやってるので、はい、変えると言っても議論して煮詰まらないんですよ、うん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 、で結局まだ時期尚早とかね
もう何が時期尚早だ、何十年時期尚早なんだと。あで私はあの各党の方にも言いたいのは、それぞれ自民党はこう、はい、何党はこう、維新はこうとか、はい、国民民主はこうってあるけど、はい、とにかく国民に一遍その、はい、一回憲法を変えるっていうことを、うん、その権利をちゃんと我々にくださいと、ちゃんと、うんうんうん、で一回でなくてもいいじゃないですか、はい、あの憲法なんて各国何十回も変えてるので、はい、一回目からもうそれで100点満点なくていいと思うんですよ、はい、だからとにかく一遍変えてくれ、はい、っていうことを変えるってことであると、はい、でまあ今その憲法を改正することについて言うと、あの日本の場合衆議院と参議院で両方ともが3分の2以上が賛成して、はいはい、それができたらちゃんと発議できて国民投票にかけられる、もうハードルめっちゃ高いんです。高いですね。めっちゃ高いんですよ、はい、国民投票も投票した人の過半数なのか、はい、有権者の過半数なのか、これもよくわからない。一応は投票した人のどっかで、うん、だと思うんですけどね、はい、もうそんなものは世界各国でも一番高いので、はい、昔はその憲法改正条項そのものを変えようという議論もあったんですけど、それはもうちょっとそれはね、自分がうまくいかんからルール変えるっていうのはあかんだろうと、はい、いうことでなし崩して今もうなくなっちゃったんですけども、はい、僕は今の状況でも頑張ったら、まあ、岸田さんでもよしって言って前にあると決めたら、うん、私はできると思うんですよ。そうですね、はい、まあ、岸田総理も2023年にはもうやります、今憲法改正は待ったなしですとか、はい、口では言ったけどその後本気でやったかどうか分かんなかったんですけど、私としてはもうぜひそれをこの発議してほしいなとは思うんですけどね、うん、まあ、あの岸田先生おそらく緊急事態条項これの、うん、あの成立っていうのはこれ、まあ、ある意味待ったなしなので、うん、多分そっちを優先されるのかなっていうふうには見てますけど、うん、いずれにしてもその安倍路線で、積み残した課題、うん、一つ一つ丁寧に実現させていっていますので、必ず前へ向かって動いていくだろうなというのは思います、うん、だから叩かれるわけです、うん、はい、本当に叩かれる。岸田先生とは関係のないところで起こったドンパチでも、なんだか知らないけど撃ったミサイルが岸田先生に当たるっていう両側から、はい、もうサンドバッグ状態にされてますけど、うん、でもそれによく耐えて頑張ってらっしゃるなというのは思います、うん、まあ、はい、本当にもういつ倒れてもおかしくないって言いながら不思議な均衡でなかなか倒れてで、岸田総理のこう言葉聞いてもなんか、はい、何言ってるか全然分かんないというか響かないんですけどね、はい、まあでもまあ頑張ってやってくださいというところなんですが、私としてはとにかく憲法審査会でいろいろ議論をして、はい、そしてもう早い時期にこれで国民の皆さんどうぞっていうのをもう来年の早い時期に出してくれっていうのがもう一番言いたいことなんです。でその案は僕にとって漫画回答でなくてもいいと思います。うん、あの一つ思うんですけど、はい、憲法審査会あるじゃないですか、はい、でそこで何も決めれなかった場合、うん、この先生方に責任を問わせるっていうシステムってのはないんですかね。ないんですよ。これ不思議なんですよね。だからもうずっとお金も何億っても足りなくなってるんですけど、そうもうお金に出さなかったとしても、まあ時期尚早とか国民の気が熟していないとかって、熟すも何もないでしょうよ。もらうものもらっといて何言ってんだって何言ってだからもう、ね、何月までに出せって言い方すると、はいはい、そのお尻を切られるとちゃんとした議論ができないみたいな、そういう話になっちゃって、はい、ちょっと待てよと、もうそんなもの、うん、もう今まで何十年も議論は出尽くしてるので、はい、あとはそれをキュッとまとめるだけなんですけど、はい、結局そこでいろんな委員たちがそれぞれの各党あるいは各人の思惑で私をこう思うこう思ってて、結局まとまらないっていう。審査会っていうのはある意味権限を与えられてるわけですよね。権限与えられてます。権限があるってことは当然権限と言い分の責任があります、あるわけですよね。出さなきゃダメですよ。ですよね、はい、で ところがそこが非常に曖昧になっているから、権限はあるけど責任取らなくていいんだと。そうなんですよ。で責任取らなくてよくて、なおかつこの調査会がある間はずっと年間でお金もらえるんだってことになったら、誰も結論なんか出せないですよね。結論を出して、はい、そのことによって国民から非難されたり、はい、あの時にあいつがああ言ったからだって言われるぐらいだったら出さない方がいいんですよ。ある意味袋叩きにされると目に見えてますからね。目に見えますから、うっかりすると、はいはい、ですから私は今回この憲法改正の本を書いたのは、はい、私はこの憲法9条をこうしなければ日本がダメになるって話ではないんです、はい、そういう話ではなくて、はい、
我々国民投票をする権利をちゃんと与えるのが国会の責務であると、はい、これが言いたいことなんです。以上ですね、はい、でこれまさにだからこの国民投票、そうの国民投票っていうものをまた我々国民の側も、うん、そのちゃんとした意識を持ってで、投票をするというふうにしていかないと、なんだか分かんないけど、ね、あの芸能人の人気投票をするような感覚でどっちがいいかなっていうそういうことではなくて、うん、やっぱり国民の側もしっかりと勉強して、うん、で投票できるようなそういうふうな社会にしていこうよっていうですね、先生が準備でいうともう審査会が出します、はい、それに対して衆議院参議院で3分の1でこれでいこうという、はい、でそしたら国民に対してはですね、はい、3ヶ月から6ヶ月の時間猶予もあるんですよ、はい、出ました1週間後じゃないんですこれは、はい、だから十分に議論できま す, です、ね、だからお互いはもう喧嘩したらいいんじゃないですか、何言ってんだとか、こんな憲法9条変えるなんてふざけるなんて、変えなくてどうするんだって、もうみんなやったらいいんですよ、うん、やった上で1票入れるんですよ。そういう時にね、先生のこの本がまさにみんなの教科書になってくれたらいいなと思うんですから、あの、はい、どういう考えを持った、もう本当に護憲派の人も含めて、はい、一緒に考えてほしい。そして、はい、2024年に国民投票の最低発議をしてもらう。実際の投票は今年中にできるか、はい、来年なのかは別だけど、それが要するに国会でよしこれでっていうことを国民に出すまでは2024年に絶対になってくれと、岸田総理頼むぜって、岸田さんの次の総理頼むぜって、今もうこれはもう一国民として、うん、そして国民も国民で日本の未来を一緒に考えていこうよっていう、そうですね、という、まあ、なんかだんだん熱くなりましたけど、いやいや、あの、ある意味こう僕らの世代っていうのは戦後の高度成長の、うん、どんどんこう世の中がこう変わっていく、しかもいい方向に変わっていく、でそれに加えてものすごく平和っていうものが維持されていくという素晴らしい時代をね、生きさせていただいたと思うんですよね。でもそういう素晴らしい時代がこの30年間ずっと横ばいで崩れて、だん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 みんな誇りも何もなくなってきてしまった。なんやっぱりここでもう一歩踏みとどまって、そして日本という国が、そしてまた日本人であるということが誰にとっても素晴らしいことと思えるような、そういう社会を実現するために、この国民投票に関しても国民自身が自らしっかりと考えるというふうにしていく、この僕も先生のもあちこちで進めさせていただきたいと思います。はい、今回も素晴らしい貴重なお話を本当にどうもありがとうございました。ありがとうございました。やっぱりいいですよね。はい、希望の日本再生チャンネル、まだまだこれから。